ヘイヘイヘイ。なになになびっくりしたびっくりしたびっくりした。さっきの撮影しちょっと疲れてるの。疲れですか。でも別にちょっと聞いてほしいんですけど、俺神ゲー考えてきたんですよ。ほんまに神ゲー。神ゲー。疑うなよ。神ゲー。しかもあの一対一の本気の熱いデュエル。おお、なるほど。めっちゃいいゲーム考えてきた。ちょっとやりません。もうじゃあ頑張ってな。何やすか。頑張れ。一対一やもんな。サルエルと、まあ、バガーか。この二人で、この二人でやったらいいでしょ。え？これ、数学好きにうってつけなんで。お。ということで今日やってほしいゲーム。うん。題して積分ヌメロン。ヌメロンってまず知ってます？まあ、ヌメロンは神ゲーやな、確かに。はい、数字のやつやな。そう、数字をなんかこう、3つぐらい用意して、うん、数字順番に言ってって、うん、なんか1イート、2バイトみたいな。あ、なんか言って、まあ、イートっていうのは場所も合ってるし、数字も合ってる、うん、で、バイトっていうのは数字はあるけど、場所は違うよっていう、うん、で、それをうまく駆使して、推理していくっていうやつなんですけど、それをパワーアップさせて、うん、こちら積分計。あー、ここに数字を入れていくってこと？おー、はい、で、ここに四角と丸があるんですけど、はいはいはい、こう丸は関数が入ります、何かしらの。あー、なるほどね。はい、関数は、こう丸2箇所あるんで、はい、2箇所、好きなのを選んでください。はいはい、はい、この6つからで、四角に数字を入れれます。はいはい、ただ、通りえぐくなるんで、四角の中から好きなとこ3つまで入れれます。良い周到やな。おこれ丸2つと四角3つなんで、まあ本家ヌメロンは3イートで的中なんですけど、うん、これは的中したら5イートってなります。5回も食べなあかんのや。5回あ、食べる、うん、イートね。積分サークル。ただこのゲーム、はい、5E となっても勝ちは確定しません。なるほど。 5E となった次は、はい、この答えを言ってください、うん、なるほど。なるほど。計算して正解して初めてクリア。そうそう、正解して 5E との時に、うん、もうすでに答えも用意できとったら1回攻撃可能。あ、それが、それで計算ミスしとったら一旦勝機で。はい、それぞれまず作ってもらって。はいはいはい、なかなか奇妙なゲームですけど。完全に理解した。管理家。え、もしかしてやったことあります？えありますこれ。いや、実は俺人生2周目なの。2周目ですか。ああ、俺撮影2周目だよ。はい、はい、なので、この3カメで用紙をお配りしてるんで、うん、とりあえず、自分の関数書いてください。はい、先行後攻やな。先行後攻決めますか。じゃんけんぽん。先行で。お、それでは、積分ヌメロ始めます。お願いします。じゃあ、達也さんから先行。私の第一ターン、はい、インテグラル 2x の3乗プラス、うん、cos(x)、うん、プラス4。わかりました。こちらですね、ワンバイトでございます。おぉ、0e とワンバイト。0e とワンバイト。なるほど。じゃあちょっと行かせていただきます。インテグラル7から8のログ x プラス x の9乗。めっちゃでかい感じのやつや。うん、これ怪しいんじゃないかなと。めっちゃでかくないと。1億くらいのやつ。こちら1イート0バイトでございます。おお、1イート入った。入りました。あらー、これ、今回も勝たしてもらいますよ。今回も。間違えた。なんか間違えた。なんか間違えた。あれ。ゼロイとワンバイトはね、関数が当たってるのか数字が当たってるのかも分かんないですからね。そうですよね。では、はい、私のターン。はい、インテグラル
5から6の 6x プラス7の x 乗 dx、うんうん、こちら0イート2バイトでございます。なるほど。さっきとはね、全部違う数字言ってるよね、うん、さっき234言って今567言ってるから、うん、まあでも最初やから情報うまく整理できたら、うん、それ早そうやな。何を使ってるかまず特定しに行かないことになる。そうですね、まだ俺もタッツーさんと同じ作戦でいこうかなと思ってます。い、うん、きます、うん、インテグラル4から5の sin x プラス cos x プラス6、うん、今回ね、sin x 取られてるわけじゃないで使いますからね、僕もやめろ、なんか他の絡み合うから俺そういう結構純不動にならんやん。こちらですね、はい、1イート2バイトでございます。おっ、なんかいい感じちゃう。結構ええ感じやね。おお、今チームええ感じやな。チームいやー、ちょっと今劣勢ですね、これ。そうですね、まだまだ巻き返せでしょ。さっきと違う数字、違う関数でまた1イート取られましたからね。いやいや、私のターン。はい、インテグラル6から7の5の x 乗ログ x。 ログ x、 こちら0イート2バイトでございます。なるほど。関数の順番を変えることによって何が分かったんですか、ナットさん。これによって a の x 乗とログ x が使われていないということが分かりました。はい、おー、でもそれ消せるんですよ。そうなんです、いい作戦ですね。なるほど、そういうことか。ひっくり返して両方バイトのままやから、うん、じゃあ割と固く攻めとる。そうですね、うん、今のはもう関数を絞り込むためだけの作戦ですね。従来より固く攻めた方がいいんかな。あんまり回数見たわけわからんことになるってまうな、うん、しかもこっちは種類がそう増えてるからよりカオスよ、うん、そう、二次元やから一応。そうで、数字も3つって言っても場所が7つあるから、うん、7つだっけ、ね、7個のうちから3つ選ぶやんね。 それが結構やばいっすよ。それがやばい、実は。0イート2バイトでございます。0イート2バイトでございます。2イート1バイトですね。ログ x とコサイン x は使われてないんかな。1イート1バイトでございます。5と6と7の中から2個数字が使われていて、インテグラル、はい、6 sin x プラス 5×x の4乗。なるほど。こちらですね、うん、3 イート1バイトってあれあれ、なるほど。やばいやばいぞ、いきなり。はい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 、3 イート1バイト。まあ、僕の中で割と sin x が硬いと思ってまして、あと1個の関数が何かってことなんですけど、なんかね、なんでこれ3イートも言ったんやっていう話になってくるんですよね。なるほど。コードの遊びしてんな、マジでこれ。いや、ふさわしいやん。次行きます、ハーカ君。楽しいっすか。ちょっと待ってな。考えてくれ。ガチやからなんか、うん。ガチってことはそんだけ楽しいってことですよね。まあ、本当に楽しんでるってことですよね。真剣にやってる人に聞く質問じゃなかったな。そう。見ればわかるもんな。心から楽しんでる。考えてみ、大谷翔平にさ、野球楽しいって聞いたら、それはな。それは野球で生きてる人もんな。そう。それこっちもそうやもん。積分で生きてる人もんな。にしては会話少ない。いや、まあ、会話するもんじゃないの。そう。絶対翔平もさ、ずっとやばいったわ。そうだから。会話するの短いってだけ。だからだけ。会話してるだけ。こちら、0イート1バイトでございます。なるほど。硬いね。でもね、ちょっとずつ情報を持って帰ってますからね。まあ、そうですね。こちら、3イート1バイトでございます。0イート1バイトです。これ沼や。こちらですね、3イート1バイトでございます。おお、力
近づいてきたぞ、ちょっと近づきましたね。じゃあ、ゼロイートワンバイトでございます。絞れず、やばい、これクソゲークソゲーかもしれん。神ゲーだと思ってるけど、お前にいいでしょ、みたいなのないよね。大悟とやったらどうなんやろ。めっちゃ喋ってくるんやろな。これロゴ入れてますよね。喋れるためにシンプルに考えられんからさ、いいな。大悟とやったらどうなんやろ、当てられるんかな。当てられるんじゃん。黙れって言ってますよね。そんな言葉遣い使う。ちょっとうるさいので静かにしてもらいます。それしたら研究結果出される。そういうのを言う人はですね、コミュニケーション能力が低いんですよ。2つで戦いのズルい。はい、じゃあ私のターン。はい、インテグラル、2から5の 6x プラス e の x 乗、こちら 0e と3バイトでございます。なるほど。で、これにしてみるか。いきます、はい、インテグラル 2sinx プラス 6x の4乗 dx。 こちらは 3e と 2y ですね。おほほ、ああ構成要素を炙り出したんですね、うん、いやでもこれ結構追い詰められましたよ。そうですね、だから単純な的にはどこら辺か。ガチで分かってない。ガチで分かってない。ガチで分からんもんだよね、これね。キムさん的にどうなんですか、今の。いや、246が来たから、来たって感じやな。で、3E との位置は大体分かっとるから、2バイトの位置を、あとはもう片っ端からやるって感じやな。2E と0バイトを。はぁ、あ、こちら。3E と 2Y ですね。なるほど。いきます、はい、インテグラル2から6の sinx プラス x の4乗 dx。 こちら、こちら5E とございます。お、ということはってことはということで、今から、1分間測ります。その間に、回答を言えれば、これ勝ちます。えぐ、6の5乗引く2の5乗。絶対無理や、そんな。あ、言います。はい、コサイン2マイナスコサイン6プラス、5分の7744。こちら、こちら正解です。しゃあ、やった。ということで勝者キムヒョンです。ありがとうございます。いやー、まだまだですね。まだまだですね。次までにもっと強くなってきてください。もう僕もね、王座に続けるの疲れちゃったんで。じゃあ、今日見せてあげたらいいんじゃないですか。じゃあどうぞ、自分で開いてみてください。なるほどな。X の N 乗の N の部分に何も入れなかったら X になるし、 X の1乗にすれば X になるっていう、そうそうそう、こう抜け穴みたいなね。だから X の1乗って言ってたら判定されるけど。そうか。あ、そうそうそう。はい、ということで積分ヌメロンいかがでしたでしょうかね。学校とかで遊んでほしいなと思います。昼休みじゃ足りんかもな。朝の時間に考えといて、あの昼休みごとに言い合うとかね。ああ、授業中ずっと考えてる。授業中ずっと考えてる。
いや、でも授業はちゃんと聞きましょう。ということで、今日も本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。よければグッドボタンとチャンネル登録と通知のオンとコメントと、それからツイッターもしくは X のフォローもよろしくお願いいたします。よいしょー。